ハワイ軍はアメリカ合衆国ハワイ州の軍である。軍域はハワイ諸島で最大の島であるハワイ島と一致しており、島は州全体と区別するためにビッグアイランドと呼ばれることも多い。2010年国勢調査での人口は185,079人である。軍庁所在地は広である。ハワイ州では軍が州の下で唯一の法的に存在する。 地方自治体なので、軍内には国勢調査指定地域が多く指定されているが、法人化された都市ではない。また、広小都市統計地域には、ハワイ軍全体が含まれる。ハワイ軍の生態は、軍庁、軍政委員会方式である。ハワイ軍は、アメリカ合衆国の中で州と同じ名前を持つ7つの軍の一つである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は5086.70平方マイルであり、このうち陸地は4028.02平方マイル、水域は1058.69平方マイルで、水域率は20.82%である。範囲軍の陸地面積は、州全体の62.7%に相当しており、アメリカ合衆国の他の州では、このように高い比率の軍はない。 行政権限は4年任期で選出される、ハワイ軍長に与えられている。2004年以降は無党派で選ぶ選挙になっている。2008年、ビリー家のイが軍長に選ばれたが、これは2期を務めたハリー・キムの後を継いだものだった。立法権は9人の委員による、軍政委員会に委ねられている。各委員は、ハワイ軍の9つの税徴収地区とほぼ同じ区割となっている。 選挙区から選ばれている。委員は2年任期で無党派選挙で選出されており、最近の選挙は2010年11月に行われた。軍の下の地区は当初、古代ハワイの木と呼ばれる伝統的な区割りに基づいて決められていた。その中で人口の多い地区が北と南に分割され、人口にできるだけ比例するような区割りとされている。地区を示す過表及び地図の数字は、 税徴収地区の番号であり、州の資産情報を示すために使われている。島の東端を一番として、半時計回りに当てられている。軍政委員会の区域は、都市化された地域と田園部地域で、人口密度が異なるために、資産税徴収地区と完全には一致していない。広と粉の町は、人口密度が高く、カウ、プナ、ハマクア及び南北小原は、 人口密度が小さい。政府機能のいくつかは他の州では州あるいは市のレベルであるものがハワイ州では軍によって管理されている。例えばハワイ軍にはアルコール飲料管理事務所が置かれている。ハワイ州公衆安全省が以前はハワイ軍にあるクラに共生施設を運営していた。2009年、同省はこの施設を閉鎖すると発表した。ハワイ軍では 経済成長のために、いくつかの娯楽産業が死している。その多くは快適で偏らない気候、美しい景観、高山、深い太陽、活火山、広大な未開地及び汚染のない環境など、自然の中の快適さである。これら快適な資源があるにもかかわらず、島の成長を制限しがちな問題も多くある。最も多い輸出品は、ホノルルを経由しなければならない。 人口の多いホノルル市群、アメリカ合衆国本土など主要な市場から遠いために、ハワイ軍の輸出の成長が抑えられている。マカドミアナッツ、カキと苗、コーヒー及びパパイヤのような特徴があり加価値の高い商品は輸出も成功してきた。ハワイ軍の人口と観光産業が大きく成長し、輸出量が増えてくると、外洋輸送運賃も都合良いものになってくる。 州内の人口が比較的少ないことと本土市場へ遠いことが組み合わされ、地元事業には不利な点が出てくる。州の人口規模では効率的な運営が難しく、特別市場を拡大するために輸出を検討するときは高い輸送費に直面しなければならない。津波、火山活動、洪水及び干ばつのような自然災害は島の経済発展に影響し続けている。 例えば、火山活動が家屋や歴史的景観を壊すことがあるが、それは軍最大の観光資源でもある。物理的な損失に加えて自然災害が繰り返されることは、投資に対して心理的な障害になる。生命や資産を守るための手段が計画され、軍全体で行われてきた。軍の経済は1971年に、 最初の包括的総合計画を策定して、以来の40年間で大きく変化してきた。軍経済の中で農業が重要な役割を果たしているのは変わらないが、大きな経済貢献者としての観光産業の影に隠れてきた。これらの変化にもかかわらず、地域社会の大半は田園的な性格を残している。1970年代と1980年代初期は、 砂糖栽培が農業の中でも主たるものだった。1980年代後半から1990年代には、その砂糖産業が衰退し、消滅して行った。1980年代半ばに観光産業が砂糖産業に代わって、経済の推進役となり、観光客数は1989年に最高になった。九百九十年以降、アジア経済危機、 湾岸戦争及びアメリカ合衆国本土での短期間経済不況といった外部要因のために州全体が長引く経済不況に陥った。それでもハワイ軍はいくつかの世界的な行事を誘致でき、客室数351室のハプナビーチ、プリンスホテルや同243室のハラライ、リゾートのオープンなど大型プロジェクトの完成、ケアホレにある、 コナ国際空港への国内国外からの直行便の解説、映画、ウォーターワールドの撮影、フアラライリゾートゴルフコースへの PGA チャンピオンズツアーの誘致などが続いた。農業は現在でもハワイ軍の主要産業である。食品加工を含めた農業は、ハワイ軍の雇用数の約9.5%を占めている。農業の中では、牛など、家畜の飼育、 コーヒー、マカダミアナッツ、パパイヤ、カキと苗、野菜などの栽培があり、水産業、林業及び地元産品を使った食品加工業もある。マカダミアナッツ農園のような大規模企業化農業もある。しかし、事業の多様化により新鮮野菜、果物、林業製品、水産製品の品揃えを増やすような小規模の事業も出てきている。ハイ群では、 ハワイ州全体の新鮮野菜の約3分の1、消費される牛肉の半分以上、栽培されるコーヒーの3分の1、マカダミアナッツの大半及びその他産品や家畜の多くを生産している。農業は島の基本的な成長を支えてきた。1997年では、州内農産物の55%、家畜の18%を生産した。州内における 農産品の構成比は比較的一定であり、家畜の場合は1980年代後半を頂点に減りつつある。林業や水産業の新事業が拡大している。今日の農業で最も懸念される問題は労働力である。農業は他の観光業、小売業及び建設業と労働力を取り合うようになっている。技術や専門的農業訓練のできる多くの人材に 対する需要もある。また関連する問題として、最小賃金や季節労働者に対する住宅の不足もある。農業用地を都市型用地に転換する問題も大きくなった。しかし重要な農業用地を保護することが、ハワイ軍の政策であり続けている。2010年度ハワイ軍包括的財政、報告書によると、軍内主要雇用主従決は、可表の通りである。 ハワイ軍は以下の10都市と姉妹都市関係にある。カッコ内は締結年を示す。ありがとうございます。